巣の先は、日本海軍の給油艦。軽質油運搬艦である須の先型給油艦の一番艦。艦名は、千葉県房総半島南西の須崎による。艦名は、大正時代の給油艦、須の先に続いて2代目。仮称艦名第103号艦。1939年度の4計画により、三菱重工業横浜選挙で建造され、1943年5月15日。 竣工、横須賀鎮守布石となり、同日連合艦隊付属となる。須崎の竣工後の行動は断片的にしか判明していないが、佐世保へ開港された後、6月15日には、特務艦、足摺、り、陸軍タンカー、黒潮丸、タンカー、天津丸と共に船団を構成して、佐世保を出港して南方へ向かう。自飛団解説前まず停。 平島の護衛で高尾に向かい、高尾では天津丸と別れ、また護衛艦が平島から駆逐艦、若竹に代わり、Z 船団を名乗って6月21日に高尾を出港。三ッ区を経由し、6月28日に湘南に到着した。9月2日には、佐12船団に加入して湘南に向かう。2日後の9月4日未明、船団は、 アメリカ潜水艦パーゴの攻撃により、中型タンカー、竜久佐シマルが損傷するが、それ以上の被害は出なかった。12月から1944年にかけては、12月5日、文字出港の差17船団などで、日本本土と湘南の間を往復した。須崎は3月に、バリックパパンへ進出後、特設運送船、国洋丸及び、現洋丸と船団を構成し、 4月17日にバリクパパンを出港してパラオに向かう。当初の計画ではパラオで国用丸及び原用丸と分離し、特設運送船 u ー,ートリマルと改めて船団を編成してサイパン島に開港されるはずであった。しかしニューギニア北部沿岸にアメリカ第58任務部隊が有力しているとの報を受けて船団はパラオを回避して、 UO トリマルを含んだ前線がサイパン島に向かうこととなり4月26日にサイパン島に到着した。サイパン島で燃料陸上げの後4月29日にサイパン島を出港してバリクパパンに向かい5月7日に到着。以後はバリクパパンと第一機動艦隊が進出していたたびたびあるいはパラオとの間で燃料補給に従事。 アゴ作戦発動後、須崎は特設運送船、京川丸と共に第三補給部隊を編成した。マリアナ沖海戦の後、7月18日に南西方面艦隊付属となった。8月1日、須崎は北緯零五度零七分統計119度34分、北伊5.117度統計119.567度、 5.117119.567の地点を航行中にアメリカ潜水艦パファーに発見される。パファーは魚雷を6本発射し、うち2本が命中して、検査機型潜水母艦は沈没したと判定された。損傷したスザキは9月1日にマニラに入港し、カビテで修理にあたる。しかし、入居中の9月21日に、 アメリカ第38任務部隊艦載機の爆撃を受けて弾薬庫に引火し、大火災が発生、10月4日に出去し、金川東大沖に格座、放棄された。1945年3月10日除籍。新見和孝大佐。1943年2月1日から5月15日。新見和孝大佐。 1943年5月15日から1943年11月4日、島津忍大佐、1943年11月4日から1943年11月15日、東郷二郎大佐、1943年11月15日から1944年11月11日、ありがとうございます。